皆さん、こんばんは。えー、本日も三密奪会作戦のお時間になりました。えー、今日、えー、司会を務めます武田と岸、えー、先生、それと今日はパネリスト、いつもの後藤先生、武先生に加えて、ゲストで大竹先生をお呼びして進めてまいります。えー、今日のテーマは、ここで解決、コーナーの疑問、市民の知りたい医療現場の今というところで、一番最初に、今日ですね、 いつもやってるこのセミナー、おそらく皆さんかなり何回も参加していただいていると思うんですけれども、最初に投票で本セミナーの時間の適切な、えー、何分がいいか何時間がいいかというところを皆さんにちょっと質問して、えー、今日の終わりの時間もえ検討していきたいと思います。今日作ってきたまず最初の投票質問させていただきます。 本セミナーの時間、何時間ぐらいが良いですかというところで皆さんにお伺いします。1時間半、1時間15分、1時間45分、30分。今度ごた択で、いつもだいたいですね、あの、1時間って書いてあって、えー、ついつい伸びちゃって1時間15分とか、長いと1時間半ぐらいセミナーやってるんですけれども、 キ先生、これ、うちらも結構ね、1時間意識してるはずなんですけどね。なんでか。そうなんですよね。しかも、あの、実は第1回は本当は最初30分っていう話で始めて、<laughs> 全然やっぱり、まあ、あの、伸びるのはもちろんすごく、我々としても盛り上がってありがたいんですけど、<laughs> まあ、ちょっとある程度ね、1時間がいいのか、1時間半がいいのか、ちょっと皆さんもいろいろ意見があると思うので、一度ちょっとそれを皆さんに伺ってみたいと思いまして、ぜひ投票よろしくお願いします。 良さそうですね。それでは投票を終了して結果を共有していきたいと思います。ね、すごい<ー>、えー。結果ですね、何時間ぐらいが良いですか ?1 時間半答えた方41%。1時間15分12%。1時間41%。45分6%。30分0%ということで、90%以上が1時間から1時間半。 後藤隊長、これは、はい、もうなんか皆さん、ちょっと悟ってらっしゃるかもしれないですね、なんか1時間設定でこいつら伸びるぞっていうのを、なんか予測されてるような気もするので、まあ45分の方たちは多分そのうまいこと、多分中で,です、ね、あの気を抜く時間も作っていただければいいと思いますし。 あのちょっと温かい目で1時間の設定で、まあちょっと短くなることってなかなかないと思うんですけど、お許しいただければなと思いますね。えー、じゃあ、1時間設定というか、まあ、場合によっては70分か75分っていうところで、うんはい、あまあ我々としては1時間15分というところを1つ、うん 1> えー、ゴングを鳴るっていう意識してやっていきたいなと思います。はい、そうですね。はい えこちらのセミナー、あの、初めての方もいらっしゃると思うので、ね、続いて恒例の質問です。え本セミナーですね、Zoom の機能で、皆さん、黒いバーが、それぞれ、あの、視聴者の皆さんにもこう出てると思うんですけれども、操作バー、もしくはスマホだと、まあ、ボタンのところですね、チャットっていうところを押していただいて、このチャット画面を出していただいて、このチャットで、 今日特に Q&A コーナーではチャット中心に質問受け付けますので、まず皆さんこのチャット画面を開いていただいて、同時に質問で無事に開けたかどうか、開けたか開けてないか開けられないか教えてください。今、チャットの質問で、まだ質問は来てないですけれども、挨拶、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。 練習がてはですね、ぜひ、<laughs> あの皆さん、宛先をすべてのパネリスト及び出席者、要は見てる全員にして、何かしら、えー、自分の言葉で結構ですんで、挨拶でも、ジョークでも、もしくは質問でも、ちょっと書き込んでみてください。あ、開けない方もいらっしゃいますね。スマホなのかなパソコンなのかなパソコンだと、操作バーの詳細っていうところからチャットが開けます。 スマホだと大体が直接、あのー、ウェビナーツールのところの下の場合ですね、チャットっていうボタンが出てくるんですよね。ちょっと開いてみてください。鋭い質問あったんで、早速練習がって、後藤先生。はい。後藤先生のね、背景がね、いつもと違うっていう質問ありましたけれども、<laughs> はい、そちら今どちらにいらっしゃるんですか まあ、常に病院にいるんですけどね。ここ,ここ病院です。あの、そ病院の、あの。最近できたですね。あの、オンライン、オンライン会議部屋です。何もありません。オンライン会議部屋。はい、あの、要は個室タイプですけど、医局の中ですね。あまあ、でも、こういう部屋、ひょっとしたら必要になるかもしれませんね。今後。ちょっと開けないっていこと、私しますね。本当ですね。うん まあこれは一回やって、その後があのもしかしたら開けたかもしれないので、うん、あの回答時に開けなかったかもしれませんけれども、チャット今開けた方は、えー、全体の95%を開けて、まあ、開けない方っていうのをちょっとですね、あのー、そのままあのー、調べていただいて、チャットの質問、もしくはこの、ワ、え、イ、ー、わ,いわいに対して手を挙げるっていうアクションでもあの口頭で話せるように設定しますので、ぜひ質問、あすごい。 練習かな、手を挙げていただいた方がいる。すみません、ちょっとね、こ拾った方がいいのかな。でも手が下がったから大丈夫かな。いきましょう。では、本日の内容です。今日のお題2つです。医療現場は今、東京の現状も含めて、こちらを前半に、大竹先生、はい、今日は大竹先生から、あのー、実際にコロナ治療の現場、 で、スライドプレゼンテーションをしていただけると伺いましたけれども。はい。まあ、はい、ちょっと簡単にですね、あの、当院での実情というか、まあ、今までの流れとかを、あの、簡単にスライドにまとめましたので、ちょっとそちらの方を共有させていただこうかなと思ってます。先生のところ、最前線ですからね、すごく楽しみにしてます。と次は後半が医療現場 Q&A。このコーナーえ、今回で2回目ですね。ね えー、参加者の皆さんからチャット、もしくは手上げ、もしくは個別に、えー、メールとかいただきながら、リアルタイムでパネリストが質問にお答えしていきたいと思います。一番目のお題に移る前に、またこちらも恒例のアンケートですけれども、3密脱会について。後藤先生。はい。今日、ええ 初回からですね、あの、スタート時点から、やっぱり、はい、あの、参加者の方々多いような印象があるんで、三、はい、密脱会のこの三密の漢字に込められたメッセージ、ちょっと教えていただけますか はい、あのーまあ、これですね、あのー、3密ってなると、3、あ、つ、のー、の密ですね、なので、いわゆる密着とか、そういう場所のことですよね、いわゆる人と近いところだったりとか、密室だったりとか、そういう換気の悪いところなんていうことで、まあ、そういうようなんです、ね、密の部分っていうのは、今、悪いなんていうふうに言われてしまってきたんですけど。 まあこういう密の空間というのはたくさんあるわけなんですね。例えば僕らだとあのバーなんていうところはすごくまあ密室ですしあのゆっくりできるところでもありますけど人の距離も近かったりとかあと飲食店もそうですよねあの飲みに行ったりとか食事行ったりとかするところも、まあ、要は人気店ほどやっぱり混んでしまったりとか、あのー、やっぱり都心部ほどですねそういう,ような密の状態になってしまうと思うんですけど、まあ、こういうような人気店に二度と行けないような状況というのは僕らはまあ非常に困ると。なので まあこの3密脱会ていうのはです、ね、で、まあ、これ、参加の3の字に変えてるんですけど、まあ、参加密着型、今回のいわゆるこの、まああのー、市民公開講座、参加して密着してもらう、いわゆるこのチャットとかですね、こういうような質問を通して、われわれのです、ねまあ、どうにか取り戻したいこの3密のところですね。まあ あの美味しく食事したりとか、楽しくですね、人が触れ合うような機会っていうのをですね、なんとか取り戻せないかっていうのが、まあ、今回の思いに込めた部分ですね。例えば、取り戻し方っていうのは、いろいろあると思うんですよね。あの場合によっては我慢しなきゃいけないところもあるっていうのもあるので、こういうような意味合いで、まあ、僕らはこういうような名前を付けさせていただきました。なので、まあ、このですね、まあ、3密、今日は参加の3の字ですけど、まああの、我々ですね、多分おそらくあの、さっきイメージついてもらったと思うんですけれども、そういうような、 楽しい空間だったりとか、ですね、こういう,ような美味しい空間とか、そういうところですね、まあ、人がやっぱり集まってしまうところっていうのは、ですね、うん、いかがですかっていうのをこの質問からでですすかね、ね、スタートです、ね、はい。今、同時質問させてもらってて、3密は好きですか、1番、ないと生きていけない、2番、大好き、3番、普通に好き、4番、嫌い、5番、大嫌いという形でアンケートを取らせていただきました。 それでは投票を終了して共有していきたいと思います。はい。おお、今回もいいじゃないですか。いつもですね、3番の普通に好きはもちろん過半数以上取るんですけれども、これ上からないと生きていけない10%、大好き22%、普通に好き61%で、好き以上が9割超えてますね。これいつもより3密、大好き割合多いんじゃないですかね。うんうん かあれですよね、あとは、あれですよね、おそらくあの、今って結構3密じゃないところがだいぶ増えてるじゃないですか。うん、でも公共交通機関とか結構あの空いてたりとかするんで、今のこれってある意味心地よかったりもしますもんね、逆に。<laughs> 嫌いとか大嫌いになる方って、ひょっとしたら今の,あの過ごし方に慣れてしまったりとかもあるかもしれません。うんうん、確かに。ちなみに嫌いが2%で、大嫌い5%ですね。OK です。それでは。 議題テーマの一番言ましょう。医療現場は今、東京の現状も含めてというところで、それでは、イツ牧草の大竹先生、サイズをプレゼンテーションをお願いします。画面共有を先生のパソコンの方でしていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。 見えますかね？はい、見えてます。はい、よろしくお願いします。東京都立北東病院の循環器科の大竹と申します。よろしくお願いいたします。 まずですね、東京都の,あの検査実施人数と陽性率の推移、まあ、東京都ってどのくらいあの陽性率の患者さんがいて、まあ、検査実施を行われているかっていうのは、まあ、連日報道で示されている通りなんですけれども、まあ、一応これは東京都のホームページに載っているものですので、ね、まあ、そのまま引用してきたやつなんですが、一応これは5月12日までしかちょっと載っていないやつなんですけれども、まあ、1月の24日から載っているもので、 えと5月7日までは、ですねあの、東京都の健康保険センターというところと、PCR センターというところの合算で、7日以降というのは、それプラスにあの医療機関というような形ですので、7日以降、検査日数がぐっと上がっているようなことが見えるのは、そういった理由です。 でえー、と最大がこの31.7%、この赤い線が陽性率ですけれども、まあ、4月の前半ぐらいが31.7%という一番高い値で、まあ、5月12日は5%ぐらいですね。で、えー、これが、ここが5月12日で、その後の5月えと20日、昨日ぐらいまでの陽性率ですけれども、まあ、徐々にこうやって下がってきてまして、まあ、本日は1.7%だったと思います。 徐々に東京都全体の中でも陽性率は下がっている傾向に現在、報道のとおりですがあるというような現状をまずお話しさせていただきます。で、わが東京都立牧東病院なんですけれども、高度救命救急センターというのを併設しておりまして、高度救命救急センターというのは、救命救急センターにプラスして、例えば高度の外傷だったり、薬物中毒だったり、そういったような救命救急センター以上の高度な 医療を提供すするような場所です東京都には4つ設立されてまして、まあ、提供と京林と日井ととうちなんですけれども、まあ、救命救急センター自体は、えー、とこのスライドにある通りなんですが、えーと、ちょっと見ていただきたいのは、区の東部に東京都立木頭病院は設置されているんですけれども、この隅田江東江戸川、この東の方のところ、一手をここのところらへんには、ですねこの救命救急センターが。 配置されてていななくうち、まあ、だけなんですよねですので、やはりここら辺の、えー、いわゆる下町と言われているような、あのー、患者さんというか、まあ、そこら辺の、えー客あのー、患,患者層の方は、まあ、全員うちのところを受診しなければならないと。なので、まあ、あの東京都立牧頭病院がどれだけこの区の東部の医療の中心になっているかというのが分、まあ、かると思います。やっぱりこの真ん中の、えー、いわゆる山手線圏内は、 かなり救命救急センターも多くて、病院がかなり密集してて、医療がかなり豊富なんですけれども、まあ、区の東部、まあ、区の西部もそうですけれども、やはりちょっと東京都の中でも医療過疎地というのは存在するということですね。で、えー、とこれがまああの、これも、牧党のホームページにあるものなんですけれども、まあ、牧党は3次救急と2次救急をあの選別しておりまして、まあ、救急隊の方が選別してくれるんですけれども、まあ、救急隊が3次救急と、 選別すれば、木、えー、頭の救命救急センターに、初期1時2次救急と選別すれば、東京 ER 木頭という、まあ、これは2次救急を表しているんですけれども、まあ、そこのところに運んでいただくというような形で、木、えー、頭病院の救急は成り立っています。でえー、とこちらがですね当院での院内感染者の報告数なんですけれども、これまた後で、えー、とここのスライドにちょっと戻ることがあるかもしれませんが。 えっと、報告、報道発表が4月の14日で、ここで、あの、公式にプレスリリースされたんですけれども、陽性者4人。で、えっと、職員も4月の15日に初めて2人と。で、合計が27人で、4月28日までが、あの、島病院で報告されている数字です。 当院でのです、ね、院内発生と循環器医療をです、ねえー、とグラフにまとめてみたんですけど、まあ、あのが、えー、大体上が東京都で起こっていることと、僕、ま、と、あ、病院の中で起こっていること、まあ、下が循環器医療についてだと思ってください。あの2月から4月にかけてはです、ね、循環器医療はそのまま行っておりました。2月の中旬ぐらいにダイヤモンド・プリンセス号の受け入れを当院は本格的に開始しまして、 2月の中旬ぐらいから、えー、保健所からの受け入れも本格的に開始しておりました。3月の中旬からは、まあ、クラスターが起こったと言われた永住、えー、総合病院からの受け入れを開始しまして院内の、えー、コロナ入院者数はかなりの数おりました。でその後4月に入ってなんですけれども4月に入るまで,です、ね、その新型肺炎によるか相関患者はかなり増えてきておりまして この時点で、えー、と当院にはです、ね、ICU と並列して CCU、これはあの循環器の ICU ですね。と SCU、これは脳外科、えー、と神経内科の ICU です。と HCU という、まあ、ICU の、えー、異国後方病棟というふうなユニット病棟が4つあるんですけれども、そこの CCU と SCU、脳外科病棟と循環器病棟の 看護師さんが、まあ、ICU に相関患者が増えたことによってですね応援に行くことになりまして、まあ、CCU のそのものの病が縮小しなければならないというような状況になりました市が月の中旬になって、まあ、そのような状況が続いておりますので CCU ネットが閉鎖になりました CCU、まあ、ネットというのは東京都で行っているですねあの循環器救急を受け入れているような、えー、とネットで それを介して救急隊は、例えば、心不全だったり、狭心症だったり、心筋梗塞だったりを CCU ネットに登録している病院に搬送していただくんですけれども、僕頭病院として CCU ネットを閉鎖せざるを得ないというような状況に4月になってしまいました。で先ほど、プレスリリースにもあった通おり、4月の14日にプレスリリースされたんですけれども、 4月の9日に初の院内感染がありまして、4月の14日に入院患者2人に感染が発覚しました。まあ、これは報道にもあるんですけれども、まあ我々循環器病棟の患者さんで、えー、まあそれもあってです、ね、まあ、今後、あのこの先に、えー、と循環器科としての対応をいろいろ検討せざるを得ないような状況になってしまいました。 同時期ぐらいからですね、外来の縮小だったり、外来からの新規入院を中止ざるを得なくなりまして、この時期から接触者を中心に職員に PCR を開始することになりました。で、1週間後の4月21日頃には、医師7人が初めて感染が発覚しまして、それをもちまして、救命救急センターの受け入れを停止。 先ほどの区東部の救命になっている木頭病院のですね救命救急センターの受け入れを停止せざるを得ないような状況に追い込まれてしまいました。プラス木頭の ER も縮小となりまして、病院全体が縮小に追い込まれるというような状況でした。でえー、と入院患者がの今申し上げました通り、循環器病棟から出たということもありましたので、病棟そのものもですね閉園性だったり閉鎖に追い込まれるような病棟も各 増えてきてまして、この時点では、えー、729床、うちはあるんですけれども、443床が有効少数というところまで縮小せざるを得ないような状況になっておりました。で、その後はですね、あのー、職員を中心に PCR はそのまま継続してたんですけれども、4月28日を最後にですね、うちからは院内感染者は出ておりません。4月28日からですねえー、と循環 機環として、チームを二分しまして、片方ずつ自宅待機というふうにさせていただきました。まあ、これはですね循環機間として、チームを二分することによって、ですね、まああのー、病棟時代は縮小しておりますので、まあ、チームを二分割しても、なんとかあの診療は継続できるような体制ではあったんですけれども、まあ、半分ずつ自宅待機にすることによって、もう半分にもし、あのー、コロナの陽性だったり。 PCR、まあ、陽性だったり、まあ、そういったようなことが起きた場合に、えー、もう片方のチームが対応できるような体制を取ろうという,ようなことで、まあ、チームを2分割することが、この時から始まりました。で5月の4日からです、ね、病棟の再編を実施しまして、えー、具体的には先ほどのクラスター病棟、まあ、結局、えーえー、2病棟ぐらいあったんですけれども、まあ、そこの2つを、えー、閉鎖して消毒。 で非接触者病棟を設立しましてで、感染者病棟の広報病棟を設立しました。まあ、病棟の再編によって558床まで有効少数を増やすことが今できております。で、えー、今日が5月21日ですけれども、5月の20日、昨日からですね通常診療の再開が可能になりました。まあ、それはですね、4月28日以降、感染者が出ていないということと、昨今の 東京都の感染者の陽性率が減少していることなども踏まえまして、通常診療を再開するような手はずになりました。まあ、具体的には入院診療を再開したこと,と、と、えー、外来診療を再開したこと、北東の ER を再開したこと,と、とここにちょっと抜け,抜けちゃったんですけど、あの救命救急センターもここのところで同時に再開しております。で5月十5日からも、えー、来週の月曜日からですね、歯周ネットも。 再開する予定ですので、こ,ちらこれから、えー、循環器科としても、刺、ま、繍、あ、ネットを本格的に開けて、受け入れ体制を進めていくというような形で、病棟再編が動いているような状況です。最終的には、ですね、えー、と職員が検査実施が614人で、うち陽性が27人で、患者さんは、えー、検査実施が56人で、うち陽性が13人というのうな結果になりました。 あすみません委託職員が83名で、一応、今もですね、四月28日以降、一応、プレスリリースはされてないんですけれども、あのーまあ、患者さん含めてですね、PCR 検査を行っておりまして、す、ま、べ、あ、て陰性が確認できてますので、まあ、大体20症例ぐらいと、あの感染症患者さから聞いてますけれども、まあ、それぐらいの規模、えー、で今、PCR 検査だったりなどを行っているような状況で。えー 本格的な来週の月曜日からの再開に向けて動いているような状況です。それちょっと駆け足になってしまいました。が、以上です。大竹先生。はい。大竹先生。はい。あの、すごくですね。先生。淡々と、こう、語っていただいてるんで。一見、これ。大丈夫そうに見えますけど。も、現場ってかなり、やっぱり。 バタタ感があって、非常にご苦労されたと思うんですよね。え、このタイムコースを一回6枚目のスライドからちょっと追っかけていっていいですかこれ本当に、あの、僕と病院でのこうコロナと戦いのこの、これまでの歴史という、歴史というかな、期間っていうのが、一番最初の日本でのこの患者さんのダイヤモンドプリンセス号。これが具体的に何日からですか ?2 月の。 具体的な日数は、まあ、2月の中旬からだとちょうど2、3、4というところで3か月そうです、ね、丸月間ですすね丸月間ただ、その前からもです、ね、そのコロナ疑いの患者さんもちろんたくさん、まあ、全国的にそうかもしれないんですけれども、まあ特に僕頭病院は感染症化があの有名な病院ですので周りの 医療からも紹介を受けたりとかですね、うんあのま、飛び込みで患者さんが来たりとかっていうのも1月ぐらいからありましたので、まあ、その時からですね、の僕との ER の方は、どういった対応をすればいいのかっていうのは、やはりちょっと右往左往していたところはあったかなと思っております。うん、で2月中旬から始まって、で次のスライド、いいですか、えー。コロナの治療、こう入院治療、外、ま、来、あのところの、まあ、検査も含めてってところで、院内感染っていうところ。 が、まあ、4月の上旬、中旬というところからなわけですよね。そこからの動きが本当4月上旬、中旬からの1か月間というのはもう非常にこうご苦労をされて、一時期729ッドある中の使われたのが443床まで減、ね、ったわけですよね。443、まあ、床というのは有効少数で、うん、えっと実際はですね、まあ、稼働率としては200床程度までで、うん、あって。そこまでえー えー、そこから1ヶ月でまたこう立て直してきてっていうところで、後藤先生、はい、これ、私も実際のこの内部的なこう数字と流れっていうのは見たのは初めてですけれども、はい、我々医療職、医師にとって、はい、都立僕頭って、どういう位置づけの病院ですかね。うん いやもうその地元のいわゆるです、ね、もう最後のよりどころというかですねまべ、あ、ての重症患者さんも含めてそうなんですけれどももう救急の最前線の病院なんですよね、なのでさっきあの医療圏の話もありましたけど、まあ、その下町のですねまあ、救急患者さんですよねもう一点に引き受けるような病院ですのでもちろん規模も大きいですしあの要はえり好みしないというか。ですねもう いろんなので、まあ、はっきり言ったら、まあ、ここで助けてもらえなかったら、ちょっともう厳しいなっていうような病院なんですよ。なので、例えば、じゃあ今回の新型コロナの感染症以外ですね、例えばこれ、循環器医療の話を今、大竹先生、してくれてますけど、例えば心筋梗塞だったりとか、もう息も絶え絶えのいわゆる心不全の重症の方とかもですね、まあ、こちらに担ぎ込まれてくるわけなんですよね。で ちょっとずつ、ちょっとこれ、あの4月のところでもですね、この CCU っていう話をされてますけど、ここがですね、縮小ということは、それだけやっぱり重症の心臓疾患の患者さんとか受け入れができなかったということになってくるわけなんですよね。なので、今回、皆さんがですね、もう一回、分このこの時間の流れを見直すにあたって、実はですね、 あのまあ、循環器っていうと、まあ、心臓を見ているので、感染症と無縁じゃないかと思われる方たち、非常にいらっしゃると思うんですけど、実はそうではないと、例えば、息が絶え絶えになっている人は、肺炎になっているのか、心不全になっているのか、最初、救急車で運ばれてくるときって、なかなか分かりづらいわけなんですよね。もちろん、こっちでいろいろ検査をしたりとか、あのまあ、よく言われる PCR の検査をした後ですねあの、いわゆる新型コロナの感染症が発覚しましたっていう後から、初めて。 分かりますけど、あのそうじゃないときていうのはですね、分からないんですよね、なので、来るときにです、ね、もうみんながコロナかコロナじゃないかっていうのを分からないまま、まあ、それでも、ですね、あのーまあ、ここはよりどころでありますので、もう次から次へと患者さんが来ると、なので、もう誰がコロナ誰がコロナじゃないか、これ、この時点でも、ですね、もちろん肺炎があって、発熱があってなんて分かりやすい人ばっかりだったらいいんですけど、そういうものばっかりじゃなかったので。 こういうふうにですね、救急外来がですね、もういかにあのー、混雑してですね、さらにパニックになってたか、でその中でですね、も2月から4月まで受けてきた中で、あのー、院内感染をですね、まあここまで抑えながら戦ってくれたですね、ここの病院にはですね、本当に拍手しかないわけなんですよね。そうそう、後藤先生、ちょっといいですか、そこなんですよね。はい、やっぱり我々がちょうど2月3月をこう思い出すと、あの牧頭病院以外のところ、ちょいちょいね。はい 院内感染起きてたじゃないですか、ええ、であの市民の皆様から見たときにどんな病院があの院内感染起きてるかっていうのはその病院の経路っていうのは分かりにくかったと思うんですけれども、ええ、我々と後藤先生の,あのやっぱりです僕の話聞いたときにしっかり感染の知識感染対策の知識を持って標準予防策を含めて適切に対応していれば院内感染っていうのはもうかなり本来 あの、防げることを期待できる。で、それを、やっぱり非常に、あの、遵守してやってるっていうところで、さすが牧草ってとこあったと思うんですよ。その通りです。で、僕は最初にやっぱり死が主人を持って牧草で出たって聞いたときに、牧草でも出たかって、これ、衝撃だったんですよね、やっぱり。っていうときに、これはもしかしたら後藤先生、この時期にコロナの危機感っていうところっていうのは、周りのこの全国、 の医療関係者、非常に上がったってとこありますかね、ねこう怖さ、恐怖感の。あのですね、ちょうど僕がここで、マスコミの要は取り上げ方と違和感がものすごくあったんですよ。うんこれってなぜかっていうと、これ、あのちょっと大竹先生の方から僕、スライドの方をいただいてもいいですかね、こっち、僕もらっていいですか、画面,画面共有しますね。ちょっと僕の方であで出すスライドでですね。 これ、火曜日のところで出したですねスライドなんですけど、えーっと、これ見えてますでしょうか、大丈夫ですかこれ見えてますかね、か感染経路別対策とっていうところなんですけど、これ、あの実は僕がですねあの愛知医科大学、自分の病院ですよね、これのカテーテルですね感染経路別対策というのを立てさせていただいたときに、 あのまあ、皆さん、ですお、ね、一とい学んでいただいたのは、まあ、基本的にはこの接触感染のところですよね、ここの部分と、あとはですねあの飛沫感染といって、せ咳とかくしゃみですよね、ここの部分を基本的にはケアをすればいいんですけど、さっき言った木頭病院っていうのは、このさらに重症の患者さんがたくさん運ばれてくるような病院ですので、人工呼吸器とかを使うと、ですねこのエアロゾルっていって、 空気の上をですね、ふよ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 と浮遊するような、こういうようなものがたくさん飛んでくるような状況になるんですよね。となると、必要だった物品がかなり多いんですよね。例えば、手袋やあのガウンというのはもちろんそうなんですけど、こっちにあるですね、あのいわゆるこれ、順番に出していくと、ですね、この人工呼吸器なんか使うとです、ね、N95 マスクというのが必要なんですよね。で、昨日言ってた中で、ですね、この N95 マスクですよね。 こちらについてはあのー、実は枯渇した時期っていうのがきっとあったと思うんですよ、これ、大竹先生にちょっと聞きたいのが、2月のですね、もう上旬から、こうやって新型コロナウイルスの感染症の患者さんを受けてて、ええ、北東病院はどれぐらいの時にこの N95 マスクって枯渇しましただいたいた月月月の前半ですかかかねらにけてはは N95 マスクは あのそれなりに使えるような状況だったではあったんですけれども、まあ、4月の前半にかけて、まあ、感染症化から正式にですね、あのーまあ、1日1回、もしくはあの永久に、半永久的に使いましょうというような、まあ、本来の、ね、N95 マスクの使い方とはちょっと外れてしまうんですけれども、まあ、そういったような、あのー、お達しが来て。 っていう、まあやっぱり枯渇しているんだなというような形にはなりました、ね、これって2月からその4月の頭までのところっていうのは、この1日に具体的に何枚ぐらい使いました各職員が。えっと、N95 マスクですか。そう。1> 1人頭ってことですよね。一人頭ですね。それでは1日1枚、ないしは中間に1枚,1枚 <laughs> 1> っていうような状況でした。なるほど。 じゃあ例えば、この人工呼吸管理のところに行った例えば看護師さんとか、あのドクターっていうのは、これ、まあ、1日1枚で、例えば場合によっては汚染するかもしれないから、例えばこれ、マスクの上に、例えばガーゼを乗っけたりとか、場合によってはサージカルマスクでカバーしたりとか、うん、そういうなんかちょっとした工夫をしながら、多分使われてたのが、ここまでの時期ってことですかねす、N、95マスクの上に、さらにフェイスガード付きのマスクをつけて、コロナ診療に当たってたというような状況でした。うんうん ということは結局、1日に1枚だったっていうふうになってるのは、比較的、そのまあ潤沢にあの使えてるうちの、もちろん、これだけの救急を受けてる病院なので、もちろんそこに資源が集まってきてくれたのも、それも助かったなと思う反面、2月から3月っていうところは、本来、たぶん1日1枚でも足りてなかった部署とか、きっとあったと思うんですよね。なんで、たぶん、自分が肌で感じる、これもうやばいなって思った。 そろそろ出るかもなって思った時期って、大体どれぐらいでしたやっぱりその3月の終わりぐらいですかね、<ー> ICU に相関関がなかなか増えてきたりとか、ですね、まあ、その物品が少なくなってきたりとか、まあ、N95 マスクはそもそも半永久的に使ってくださいというようなおなしが来たことも、やはりわれわれとしてはかなり衝撃的でしたので、まあ、そういったことから、ですね、まあ、東京都全体の木刀に限らず、物品が不足しているんだなということは。 感じることができましたけれども。ということは、やっぱりその3月の末ぐらいには、やっぱり肌,肌で感じる、その、まあ、やばさというか、これはなっていう思うところがあって、やっぱり出てしまったかな、院内感染っていうところですよね、結局。<う>うん、後藤先生、これね、えー、やっぱりさっきのタイムコース見てても思うのは、えー、出て院内感染でても、ね、今やっぱり立て直しのスピード感って、さすが、こう、木刀だなっていう感じだと思うんですけども、えー、とはいえね、 やっぱり N95 マスク使い回、ねまあ、まああさずれなかったってとこで、ある種局所的なまあ医療崩壊、まあ、医療崩壊言わなくても、それまで普通にできたことができなくなった状況はあったわけですよね、ええ、当たり前のように。ええええ、稼働病床数含めて。って行ったとこで、やっぱりこれは、あの今聞いてくださっている市民の皆さんにね、ちょっと伝えたいのが、本当にね、病院の中でも超エリートなんですよ、私僕との病院。ですら、 やっぱりね、こういう状況もあった。で、今こうやって、もしかすると感染者数の推移を見たときに、人間ってね、僕怖いのは、喉元過ぎればってとこで、良くなってくるとね、また忘れちゃうんですよね、小川先生、これ。怖さという。そうなんですよね。ねやっぱりこれ私たちは、それをただ単になんか怖いことあって良かったねじゃなくて、次の感染症、ウィズコロナ、アフターコロナではなくて、さらにコロナ以外の感染症を含めて、じゃあ、あの、社会の皆さんと一緒に、 感染症ってものにどのように向き合っていくかっていうのを考えるときに、まずここで本来だったら超エリート病院がやっぱりしんどかったっていうところっていうのは、これ普段落第点取ってる人がまた変なね、低い点数取んじゃなくて、普段90点取ってる人がやっぱりしんどかったんですよ、今回。で、ちょうどいい質問が、この前半のセッションのところで2つのこの質問で、あの、締めたいなと思うんですけれども、来てて、チャットで、えー、まず1つ目の質問か、ちょっと全文読みましょう。1つ目。 えー、石井先生がですね、一般的な病棟の構成は、疾患ベースや診療科ベースとなっていることが多いと思います。非接触者病棟というパターンにすると、様々な疾患診療科の患者さんが入り乱れるような気がするのですが、業務が煩雑になることはやっぱり、あの、ないでしょうかと。でまた、時間が経てば泣いてしまうかもしれないけれども、あと、こういった感染症にきっちり対応しようとしていくと、 ある程度の病床試験必要だと思いました。そうすると、病床レベルではなく、複数の病院レベルでの再編も検討しないといけないのかなと。僕、これ非常にですね、こう、胸にこう刺さるというか、確かに確かにと思う部分もあるところで、この辺のところ、大竹先生、いかがでしょうか、うん そうですね、まあ、実際、あの我々の,その院内感染が起きた病棟というのはその循環器病棟だったんですけれども、まあ、あの実際は心臓血管外科の,あの患者さんもいたりとかですね、あのいわゆるまあ循環器疾患を扱っている病棟ですので、まあ、看護師さんもそれに特化した病あのようなあの看護師さんが揃っているというような状況だったんですね。まあ、そこの、あのー、ところがまあやはり潰れてしまうというか、そこのところが閉鎖に追い込まれてしまうと、ほ、まあ、他のところに 循環器の患者さんだったり、まあ、心臓けがの患者さんだったりというのをあの移動させなきゃいけませんので、まあ、看護師さんの方もなかなか大変だったんじゃないかなと思いますうん。病棟編成に関しては、非常に今、あの牧頭病院もですねちょ、まあ、一応あの固まりつつはあるんですけれども、かなりあの苦労されているので、うん、ちょっとですね、まあ、ここの関しては難しいものと綺麗 <laughs>、ね、な答えないと思うんですよ、これって。で後藤先生そののりも大学病院の中で 感染対策を仕切ってる後藤先生から、はい、ここから先やっぱり我々がこうアップデートというかですね、こう進化していくってところで言うと、まあ、その、なんですかね、病院関係者として、これ現場のオペレーションすごい難しいと思うんですけれども、はい、後藤先生からこのあたり、ヒント、気づきっていうもの、いかがでしょうか、今の時点で、うん。僕は正直なところ、あのー、 今回のこのコロナウイルスの感染症っていうのは、もう標準予防策って言ってですね、このまあ物資がちゃんと揃ってる状態で、正しくこの標準予防策を徹底する病院っていうのは確実に必要なんですよね。それと、もう一つは、受ける病院と受けない病院があっていいと思うんですよ。うんうん、つまり、機能分担が必要なので、病院単位で考えるのかどうかっていうのも考えないといけない。 なので、今の医療体制っていうのは、少なくとももう機能文化があの進んでいるように見えてますけど、病院依存、要はその各病院、病院で特にですね、例えばじゃあ北東病院は、地域の多分すべての患者さんを網羅できるように、そこに人的資源や物資も含めて、かなり投入されてるはずなんですよ。だからこれをやっ っていると、多分おそらくそういう知識の面だったりとか医療レベルの面でかなり差が出てきてしまう地域、うん、とかも出てくるので、うんまあ、今回みたいなこのパンデミックするような状態ですよね市民の間にもうこういうふうに感染症がまん延してしまっている状態となった時にそのこういう中核の病院をどういうふうにサポートしていくのかっていうのも、うん、あの一回考えないといけないと思うんですよね。例えばこれってて今年の冬に関しては、 あのー、なんていうんですかね、まあ、そのコロナの、まあ、再燃、再燃という話ばっかりになってますけど、実際、今年の冬、例えば今年、まああの流行らなかったですねインフルエンザの感染症、これ、増えたときに、多分同じように、まあ、マスコミが取り付くかどうか分かりませんよ、ただ、状況としては全く同じで、ウイルスが違うだけで、これ、伝播していくと、もちろん、シー率、ある程度のものがあるウイルスになってくるので。 こういう時にですね、どういうふうに分担していくのかっていうのも既に考えなきゃいけないんですよね。うん、そう。今年すごめんなさい。えっとね、えー、ちょっとセッションの時間もあるんで、ここで、そう、先生の言ってる通り、これ、やっぱりね、地域の中核病院って、この後に質問出てくるんですけれども、他の高度な専門診療をやってるんですよね。牧と病院のしっかあり。で、そういったところで、やっぱり今回みたいな感染症を受けた場合のこうリスクというか、で、この反省をさっきの先生の患者と、 感染症をもう専門に見るってことで、まあ、施設としてある種独立させてしまった受け皿っていうのは、ありなんですかね、このインフラ、大変ですけど。まあ正直なしじゃないですか、でないと思います。というか、できないことをまあ考えることよりも、今、僕らが例えばこの木刀のレベルですら起きてしまった院内感染というのは、他のところでもっと早くに起きてたわけなんですよね。 スタンダードプレコーションの徹底ができてなかったりとか経路別予防策ができてなかったっていうところがあるので僕らが準備しなきゃいけないのはもすべての病院がこういうようなことをちゃんと理解して今回のコロナのことで飛沫感染、接触感染というのは確実に理解しなきゃいけないんですよだからすべての患者さんに対してどういう対応していかなきゃいけないのかっていうのを見直すことだけで多分まあさらに減らせる部分があるんですよね。うん、それを 実施していただきたいのと、あと僕、これ、あの自分の言葉としては最後にしたいんですけど、あのとあるですねテレビの中で、医療者ですら感染をしてしまうって、これ、おかしいんじゃないかっていうふうに叩かれた時があったんですよ、これ、勘違いしないでほしいんですよね、あの朝の番組であの大御所の方がですそういうふうにおっしゃった、これはもうすごく反感を買ってましたけど、我々医療者って最前線にいるわけなんですよ。そこで 正しい物品が正しい量を供給されていて、かつ正しい知識をつかないといけない。さらにもう一つは、ヒューマンエラーが必ず起こる。人は100%ミスをしない生き物じゃないんですよね。必ず数のところミスが起きてしまう。なので、感染管理っていうのは100%っていうのは難しいんですよ、これは。なので、これをいかに100%に近づけるのかっていうのは、僕らのもちろん課題でもあるんですけど、必ずこれは抜け出てくるところがあるんです。なので 今後はそれを近づけられるようにどういうシステム作りをしていくのかというのも課題なので何度も繰り返すようですけど医療者が感染を起こしたときにまさかその医療者が悪いなんていう,ふうに言う人がもしも医療者にいたとしたらそ,それはですね、もうあの医療のことは分かってない人ですし市民の方々にも今日伝えたいのは我々も最前線にいるわけなんですただ知識としては日々アップデートするのは僕らの仕事ですそれをやりつつあの物資が不足したりとか こういうふうにどうしようもなくなった場合には、起きることっていうのは、火を見るより明らかなんですよね、なので、こういう状況がですね、東京にもあったっていうのを、まあ、最後まで覚えておいていただきたいなっていうのはありますうんうん、うん。やっぱり本来であれば当たり前、標準的な感染対策、ここの知識と、スキルの修復と、あと現場の,その環境のところを含めて、人事を尽くしていることがまず前提というか、活用、ね、にしか重要ということですよね。はいはい それも、まずそれをやってからの話であって、今回やっぱりそれがおそらく、まあみんなまだまだわかってできてなかった部分があると。そうですね。間違いないことです。ですねはい、あと、ということだけショートクエスチョンにして、これあの、はい、全部読み上げないで私の方がちょっとあの要約しますけれども、えー、我々がやっぱり循環器たつある心臓過程という治療、まあおそらくこれその他の緊急的な治療で、救急車で運ばれてきた患者さんですね、が、 あのー、結果的にこう、陽性、あのコロナ陽性だった場合と、えー、っと、ごめんなさい、ちょっとこれ、ごめんえー、っと、あとこれ陽性の可能性があるって意味合いじゃないかなと思うんだけれども、ちょっとで疑わしいって要素があったら、まずその時点で、えー、陽性と、 コロナ陽性だと判断してしますかどうかっていうクエスチョンだと思うんですよね。ただ、ここのところも、後藤先生、前に僕から一回、この、なんていうかな、説明しておくと、あれ消えちゃったかなスライド。あ、はい。スライド消えました。消えました。はい。あの、これはもう、後藤先生、どんなケースだろうが、どんな患者さんだろうが、標準的なあの感染の,あの予防策、これを取っておくっていう、まずもうここが当たり前になるわけですよね。そうなんですよ。 今回、接触感染と飛沫感染というのは、もともと言われていることなので、どれだけの重症患者さんであろうが、どれだけの軽症患者さんであろうが、やることは一緒なんですよね。で、人工呼吸器の管理だったりとか、今回、交流量の酸素ですね、マスクをしてたりとか。うん そういうような人たちっていうのは、ですねひょっとしたらあのエアロゾルっていうのを飛ばすかもしれないっていうふうに言われてるんですよね。うんうん、なので、これまだ実は実証はされていないんですよ。実際、エアロゾル飛んでることは言われてるんですけど、このエアロゾルが感染者を爆発的に増やしたっていうのはまだ証明がされてないんです、これは。なので、今回はコロナウイルスの感染症っていうのは広がりが早かったんで、きっとこのルートもあるんじゃないかって言われてるんですよ。実際エアロゾルは待ってるんですけどうん、うん その先のウイルスの行方がですね、それ感染を増やしたりとかってのは言われて、まだあのしっかりは言われてないんですよ。うんうん、なので、ここは注意しなきゃいけないので、まず少なくとも僕たちはやらなきゃいけないのは、すべての患者さんに対して、例えば呼吸不全があろうが、どんな病気であろうが、今こうやって流行っているものがあるときには、必ずそれがあるんじゃないかと、そしてまた、いつ何時これが流行るかわからないですし。 他のウイルスの感染症が流行るかわからないので、毎回毎回やらなきゃいけないことが、接触感染予防策と飛沫感染予防策というのは、必ずずっと付きまといますよってのを忘れちゃいけないってことですよ。だから僕はもう、その疾患別にどうのこうのっていうのは、もう考えてないですね。うんうん、はい。基本に立ち返り、それだけですね。ずっとね、この講座を通じて、先生、やっぱり同じメッセージをね伝えてますもんね。ここでもやっぱり再度繰り返していきたいなと思います。はい はい。じゃあ、大竹先生、ありがとうございました。ありがとうございました。